はい、今回は都立大2020年の問題を説明します。実験1、濃度 0.2mol マリットル分の酢酸水溶液 500ml 水酸化ナトリウムで中和したと。実験2は実験1で中和した水溶液 0.4mol マリットルの酢酸水溶液に 300ml を混合して緩衝液 800ml を調整したと。で3番は濃度 0.2mol マリットルの塩酸水溶液 200ml を水800ml で希釈したと。4番目は濃度 0.2mol マリットルの塩酸水溶液 200ml を実験に調整した緩衝液 800ml と混合したと。で、書くという問題です。まず1番からな、中和に用いた水酸化ナトリウム。これ、酢酸は、CH3COOH は 0.2mol やから、で 0.5 リットルやから 0.1mol やな。だから中和は、弱酸、強酸関係なしに全部反応してるな。だから、水酸化ナトリウムも 0.1mol。これが1番ね。次2番、実験1で中和した水溶液 0.4mol マリットルの酢酸、水溶液 300ml だな、を混合していただいたな。で、この実験2での緩衝液の pH を求めなさい。ね、これは、CH3 が、CH3COH が 0.1mol だな。で2番は、中和したやから、これ NA な。NA が 0.1mol で、CH3COH は、0.4mol で 300ml やから、0.4×0.3 で 0.12mol やな。0.12mol CH3COH は 0.12mol 加えたんですが、で、この 0.12mol はこれ 800ml を 1L にするんだから、濃度としては 0.12×800 分の 1000 で 1.25 倍したら 0.15mol になりますか。で、こっち側の、こっち側は、0.1×800 分の1000やから 0.125mol マイリットルか。で、KA というのがあって、 KA はこれは、CH3COO- と H プラスの積で CH3COH な。これ、カッコは濃度なんで、これも、こいつは NA が、これやな。0.125 で、こっちが CH3COH は 0.15 か。15 で、で今 H プラスを求めると。で、KA がね、これが 2.5×10⁻⁵50 だったな。で、これで H プラスを求めるとね、H はね、H プラスが 4×10⁻2 でしょ ?4.0×4.0 違うじゃん。で、3.0×10⁻⁵50。3.0×10⁻⁵50 マイリットルなんで、pH は 5-63 で、6さんは 0.48 を使うのかな。 4.52 と、ね、0.15 くせぐらいになるから、ちょっと値が 2.5 よりも大きいな。はい、次3番目はね、HCl の pH を求めなさいな。 200ml を 800ml にするとかになるから、0.2mol マイリットルの溶液があって、それを200で水800足しつつと、ごく落ちにするんだよ。これだったら 0.04mol
まあ、いくか。これは 4×10−20 やな。4×10−20 やから、pH は 2−64 な。これは 2−262 で、この6には 0.3 なので、0.6 引いたら 1.4 か。この pH は 1.4 と出てますよね。で最後に4番な。4番は 0.2mol の塩酸成分200ml を実験で2で調整した海水800ml を、混ぜたと。で、塩酸 0.2mol/L で、0.2L だから、これは 0.04mol、あったって、加えたわけだな。で、この量だな。この量で、CH3COO-YH プラスがあると CH3COH に変わるな。変わるので、これが今、0.1 やってるけど、これが 0.2と0.1モル。で、0.04 になるな。これ 0.04 になったんで、CH3COH はね、CO- はこれは 0.06モル に変な。で、CH3COH は、0.04 増えるんですね。これから 0.04 増えるから、CH3COH は、0.16モル になります。0.16モル。で、これで、pH を測ってるな。で、200ml と、で、800ml 混ぜるので、まあ、1リットル、まあ、リットルな。こう、1リットル、というふうに考えて。で、pH でな。pH で、これ CH3COO- と H プラスで、こっち CH3COOH だな。で、今、H プラスの濃度を知りたいな。こいつを知りたいんだけど、こいつは、もう、0.06しておりますからね。マイリットル、ちょっと省略な。で、こっちはもう、0.16しておりますで、KA がね、これが何倍だから。これ、一緒な。2.5×10−50 なので、で、これで H プラス出します。これ、H プラス出したらね、3×10−4。3×10−4乗。マイリットルレベルなので、pH は4倍の6、3分の2だな。で、これは4−6×2、プラス6、さらな。0.48 と 0.3 で、何もなのかな。4.18 だな。はい、以上です。